ジャイメレルネルジャイメレルネルは南米ブラジルのパラナ州の元知事である。建築家、都市計画家として有名であり、パラナ州の州都であるクリチバの市長を3期にわたって務めた。この間の施策により、それ以前は名もない地方都市に過ぎなかった同都市を都市計画の見本とまで称えられる先進的な都市にしたラツワンで世界的によく知られる。 1994年にはパラナ州知事に選出され、1998年に再選され、2002年まで2期にわたって州知事の職を務めた。2002年7月から2005年7月まで国際建築家連合の会長を務めてもいる。1937年12月17日、クリチバにてレルネルはポーランドから移民してきた。 ユダヤ人家族の子として生を受ける。1960年にパラナ連邦大学の工学部土木工学科を、1964年に同大学の建築学部建築都市計画学科を卒業。1965年一匹の設立を助け、その後の栗バの都市計画の骨子となる栗バ都市計画マスタープランの策定に参加した。70年に イプキ所長に就任。1971年、33歳の若さで、栗千葉市長に抜擢され、人が、中心の街づくりを掲げ、市街中心部の大通りから自動車を締め出して歩行者、専用道路としたほか、市内の緑地化政策など、マスタープランに基づき数々の施策を実現させる。当時は二期連続の市長就任が許されていなかったため、 1975年をもって市長の座を一時退く。1979年市長に再任される。一期目の施策をさらに推進、市内全域のバスネットワークなど、都市交通の整備構築を図ったほか、低所得者向けの社会住宅を建設するなどした。1985年、ブラジルの軍事政権が倒れ、初の市民による選挙による市長選挙が行われる。 これに立候補するも落選する。栗バの遠投系バス停。バスエソーシステムにおいて重要な役割を果たす1988年、レルネルは市長選挙の投票日のわずか12日前に立候補を表明。当選を果たす。3期目となるこの期の施策としては環境都市を目標に掲げ、主にゴミ問題に焦点を向けた。具体的な政策としては、 スラムや低所得者層の住民に対してのゴミ、買いプログラムが知られる。他、都市計画家としての観点から、市内各地に観光名所を巧みに設け、これらはその後の同市の観光資源となっている。2期目を知りいてからの数年間で、若干の停滞を余儀なくされた、以前の手術の制作についても、再び手を加え、この時期に後に有名となる。 クリチバシの遠藤系のバス停留所や3連結バスを導入している。1992年、市長の座を退くが、これらの政策の推進は、後の市長らも引き継いでいる。市長としてのレルネルの功績は、都各バスによる大量輸送システムを構築したことに目が奪われがちだが、それはあくまで市長として、多くの社会的、環境的な都市の問題を改善し続けた結果、 生み出した成果の一つに過ぎず、都市の改革はいくつもの細かな政策を有機的に積み上げていくという形を取った結果、文字通り全域にわたるものとなっており、栗千葉市の物理的、経済的、文化的な意味における都市の様相と、ブラジル国内における位置づけとは、レルネルが市長に就任した1971年以前と比較してまさに一変している。 1994年、パラナ州の知事となった、レルネルは、パラナ州を、ブラジルひいては、南米の工業的なハブにすべく、よそからの投資誘致を積極的に図り、人気中の1995年から2001年までの間に同州に200億ドル以上の投資を呼び込んでいる。また、クリチバ市長時代の経験を踏まえ、レルネルは、州の、輸送、健康衛生、娯楽、 および工業化といった問題に焦点を合わせ精力的に取り組んだ。知事の任期を終え、その後は都市計画コンサルタントとして活躍した。2021年5月27日に83歳で死去。ありがとうございます。